とは。2023年4月に納車されたコペン、GR スポーツ。納車されて、約4ヶ月後に早々に現れた3つの不具合を、過去動画から、その抜粋をご紹介します。まずは、不具合その1、トランクが閉まらない。この映像は、まさか今、トランクが閉まらなくなるとは思わず、撮影の準備ができておらず、急遽撮影しているので、うまく前景が映っておりません。すいません。この映像は自宅でのことだったので、まだいい方ですが、この数十分前に、買い物先で、やはり約5分間トランクが閉まらない現象が発生したばかり。もう、カメラを持ってのトランク閉めは不可能と判断し、撮影を中止しました。最終的に閉まるまでの所要時間約5分。暑い、辛い、やってらんない。不具合その2、シートベルトが出てこない。そして、助手席側のシートベルトに移動します。なんと、シートベルトが出てきません。何回引いても出てきません。これじゃドライブは無理です。映像ではシートベルトを引くだけしかしていませんが、シートベルトを入れる方向に動かしてみましたが、何として動せず。こんなことってあり。感覚としては、運転中シートベルトを着用していて、急な衝撃でテンションがかかったように感じます。真偽は不明ですが、何回もシートベルトを緩める方向に動かしてみましたが、ダメでした。さらに力を込めて引けばどうにかなるかなと思いましたが、壊れそうで怖っ。また今直ってしまい、ディーラーに行った時に不具合なしでは困るので、このままシートベルトが動かないままでディーラーに行きます。不具合その3、カタカタ音発生。納車されてすぐ荒れた道路を通るたび、助手席の後ろあたりからカタ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 とプラスチック音がすでに発生していました。ただ屋根が開く車なので、これは仕方ないことだな、そんなに目くじらを立てることじゃないなと、完全放置状態でした。しかし、そして助手席側です。動くんです。うまく締め付けができていない、またはあるべきビス止めができていない、そんな感じです。そして先ほどのカタカタ音がうねりのある道を通過するたびに発生すると考えると、場所的にも音的にも打点がいくところです。以前アップし、まだ感知していない閉まらないトランクといい、今回の不具合といい、納車されて4ヶ月でこれでは気持ちが慣れてきます。以上が過去アップした早すぎる不具合の3箇所です。まとめます。1、トランクが閉まらない。2、シートベルトが出てこない。3、カタカタ音発生。トランクのその後、まずは不具合その1、トランクが閉まらないですが、トランクが閉まらない動画を撮影したのが2023年7月初旬でした。その後この現象が再現しないままディーラーへ。この現象はトヨタダイハツ共用のデータベースには報告されていないそうです。実際見てもらったところ、これといった故障箇所はないとのこと。今ここでこの複雑回帰なリンク機構、ヒンジ、ダンパー類を動かして一層悪化させるより、このままの方がベターとメカニックの方と私の間で納得。そのメカニックの方によると、最終的にトランクが閉まる際のロック部分にうまくトランクが入らないようとの旨、またこの方に言われて知りましたが、ロック付近のゴムは硬く、それ以外のゴムは柔らかくなっていました。じゃあ陶器に何ゴムが硬化すると一層トランクが閉まりづらくなる可能性があるの。最終的にはこの時は何も手を加えずとなりました。そしてメカニックの方に言われたので、同じ現象が発生した時は道路の傾斜角、気温などを教えてほしいと。この動画をアップした後、いろいろな方からコメントでヒントをいただきました。この場を借りて感謝申し上げます。本当にありがとうございました。その中で多かったアドバイスは、電子カードキー、スマートキーの位置でした。それに倣って私も電子カードキーはトランクの近くに置くようにしました。しかし冷静に考えると、令和の時代、この複雑なリンク機構を有しているとはいえ、トランクを閉めるのにコツがいるなんて、
正直私には信じられません。そして動画撮影以降、トランクが閉まらないという不具合は一度もありませんでした。過去形です。その詳細は後ほど。トランクの不具合と別な日の2023年8月下旬、シートベルトとカタカタ音の両不具合を見てもらうためにディーラーへ行きました。ディーラーへ行く前、なんとびっくり、前もって担当の方がわざわざ私の自宅へ来ていたら、シートベルトとカタカタ音の具合を見てもらいましたが、しかしなんと担当の方が来る前日、私がシートベルトを動かしたところ、普通にシートベルトが動くようになっていました。不具合発生のままディーラーへ行きたかったのに、そしてわざわざ来てくれた担当の方に申し訳ない気持ちでいっぱいでした。本当にすいません。一方、カタカタ音発生についてはしっかり伝えることができ一安心です。まったくこのコペン GR スポーツは人見知りならぬディーラー見知りなんだから。それ以降、シートベルトが出てこない不具合はそれから1回も発生していませんと言いたいところですが、これも詳細は後ほど。あれ、同じセリフ。カタカタ音発生の不具合は前日のシートベルトの件と同日入庫でした。私がカタカタ音発生の原因と思っていたこのプラグヒンの揺れは治りました。しっかりと固定されています。プラグヒンの揺れの原因は、以前コメントでいただいた通り、純正オプションのウィンドリフレクターをディーラーでの取り付け時、1本のビスの取り付け忘れでした。その後は全く揺れもなく、カタカタ音から解放され快適生活が待っているはずでした。しかし担当の方からの非行、ビス取り付け後、ディーラーの方が工場からコペン GR スポーツを移動するとき、少しの段差を超えただけでカタカタ音発生。原因はプラグヒンの揺れではなかった。そしてカタカタ音直しは別日程でかなり早い6ヶ月点検と同時に行うことになりました。そこで自分なりにせめて発生源だけでもと思い、アサジエ対策発動。カタカタ音が聞こえるのは助手席の後ろ側からです。音はプラスチックが擦れるような音なので、トランク内でプラスチック部品を探しました。ありました、ありました。プラスチックがたんまりと、しかも手で動かすとこのプラスチックも動くではありませんか。もう私の浅知恵ではこれが原因だ、これに決まりだ。そこで素人の対策は、養生テープの出番です。画像ではこれくらいですが、撮影後はさらに多く貼りがっちり固定のつもり。今度こそ快適生活が待っているはず。日曜日の工業団地、走る車なんてほぼゼロ台。ゆっくりゆっくり走ります。そして荒れた路面を走ると、見事にカタカタ音発生。いくら素人の浅知恵とはいえ、 1% の希望を持っていた私が奈落の底に落とされた瞬間でした。同時に発生源も間違っていました。原因箇所は分からずとはいえ、どんな時に発生するのかだけは知りたい。この映像のように屋根を開けて走っていると、どんな段差を越えてもカタカタ音なし。普段は屋根を開けることのない私はこのことに気づいてびっくりしました。屋根を開けていると驚くほどカタカタ音の発生は全くなし。たまには開けて走ってみるもんだ。しかし屋根を閉めて走ると、段差、路面のうねり、継ぎ足し舗装路では相変わらずカタカタ音発生。つまり原因はルーフ機構の全体ということです。この時点での私の正直な気持ちです。納車間もなくこれだけ不具合発生、複雑なルーフ機構は1億歩譲って除外しても本当は除外したくないですが、トランクが閉まらない、即安全に関わるシートベルトに不具合、もううんざりです。もしかしてこれからエアバッグの誤動作もあり。このコペン GR スポーツ、純正オプション、車外品もつけて320万円だし、ボディーコーティング、ウィンドコーティング、下回りも防水コーティング済み。今だったら何の根拠もなく280万円で売れるか。しかしナビ、ドラレコ、バックカメラ、 ETC なしでは査定が下がるかも。それでも260万円にはなるかも。よし、これを元手で GR 運しか考えていない私が、 GR86 か、いやいやターボの GR ヤリスか、とにかく GR スポーツからステップアップ。どうせカタカタ音などの4を消すのは至難の技だから消えないよな、が偽らざる気持ちでした。そしてディーラーへ行った日、ルーフ開閉による音の有無を伝えました。私は実際にはできませんでしたが、ディーラーの方の確認走行においても
ルーフが閉まっている状態で、1人乗車ではカタカタ音が発生。しかし2人乗車ではなんとカタカタ音が発生しないそうです。重さによって変化があるなんて、なんて繊細な車なんでしょう。じゃあいっそのこと進化しているリアルラグドールでも助手席に乗せて走ります。そしてディーラーでの処置はシートベルトの件同様の理由で、ルーフ機構には直接手をつけず、カタカタ音発生の怪しい箇所への注油でした。後日トランク内を見てみると、この箇所に注油したようで、運転席側より油でテカテカしていました。さてこの効果ですが、なんとあの耳障りなカタカタ音が消えていました。ディーラーから自宅までは約 30km の距離があります。もちろん路面の埋まり、凹凸、つなぎ目と様々な幹を走ってきましたが、カタカタ音がゼロ、ちょうど耳に入りやすい周波数帯の音がゼロ、チープな軽自動車から高級な軽自動車への変身です。本当に嬉しかったです。そしてメカニックの方に感謝の気持ちでいっぱいです。しかしイオンはこれで完全消滅ではなく、いずれまた再発するでしょう。しかしその時も今回と同様の処置をすることでイオン対策が可能だと分かり、心のモヤモヤが一気に消滅。 GR86、 GR ヤリス、いやいやコペン、 GR スポーツでしょう。そして帰宅、荷物をトランクから出し閉めようとしたところ、おいおいおい、トランクが閉まらないんですけど。しかもカタカタ音が消えたその日に再発なんて、なぜ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 今。しかし前回はトランクが閉まるまで5分かかりましたが、今回は1分で閉まりました。よかったよかった。はあ、全然良くない。せっかくのカタカタ音ゼロが台無し。ああ。この動画を編集している今日は2023年10月9日、雨です。前日は絶好のドライブ日和だったので、助手席に乗せてドライブのつもりが、トランクのみならずシートベルトが出てこない不具合再発。おい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 、そしておい、一体何この車。仮にシートベルトに問題があるなら、乗車時本来シートベルトが体を引き込むべき時でも、引き込まなかったら命に関わることです。これでは人命軽視者です。もう平行、壁液、降参、もう私の負けです。乾杯です。再びディーラーに行くのが私の残された最後で唯一の道です。おーおい、 GR ヤリスー。